では自己紹介をお願いします。はい、バンタカシと言います。職業はコーヒー屋さん兼フードパンダ配達員です。あと YouTube の動画編集とかやってます。まあ、その他もろもろって感じです。いろいろされてるんですね。はい、比重としてはどれが一番多い感じですか？もう単純に金額で言うとフードパンダですね。その後動画編集、最近はコーヒー屋さんは結構お休み気味なんで、まあまあこんな時代っていうのもあって少ないですね。じゃあその一番比率が多いフードパンダなんですけど、はい、フードパンダとの出会いというか、その職業とのをするきっかけというか、そういうのがあれば。もともと以前の仕事をしてた会社員をやってた時から Uber Eats を始めたんですけど、まあまあプラスアルファの収入が得られるってことで、京都で Uber Eats が始まった時からやってるんですけど、まあ、その流れで新しくフードパンダっていうのが、京都でも始まるよって言われた時に、ちょっと友達伝いで紹介されて、で、実際にこうフードパンダの拠点に行った時に、なんか対応してくれた人たちがすごい感じが良くて、営業の人とかもすごい良くて、なんかこういう人たちのために自分がちょっとでも力になれるんだったら頑張ってみたいなと思って、フードパンダをやることにしました。